28の5乗は1721368。それがどうかした？1の位がそれ自身と同じ。本当だ、ただの偶然。いや、一旦にどんな整数を5乗しても1の位は変わらない、証明できる。まあ定式化すると N の5乗が N とモッド10で合同ってことだから、全部調べておしまいかな。よくできました。でも7の5乗みたいにそれなりに面倒くさい計算がある。6はモッド10ではマイナス4と合同だからこんな風にしていいし、7以降も同様、こうすれば5乗の計算は5つで済む。整数問題でよく使うやつだね。副行動順の書き忘れに注意。で、どうせもっといいやり方があるんでしょう。ある。 N を左側に移行すれば N の5乗低いのが10の倍数かということと同じ。合同式はもう見ない。さて、ここからどうすべきだと思う？な、ライン数分解かな。で、あれ、あんまりいいことはなさそう。画面の前で見ている君へ。月の式変形がこの問題の一番面白いとこ。よかったら一時停止して自分で考えてから続きを見てみて。じゃあ続けるよ。プラス1をマイナス4出すことして N に乗引く4の項とプラス5の項に展開するよ。なんじゃそりゃ。でもそしたらここはさらに因数分解できるね。あ、連続補正数の積。マイナス4はこれを出すためのトリック。5の階乗の倍数だから10の倍数でもあるね。で、こっち向きの階乗の倍数を5倍して10の倍数か。というわけで全体も10の倍数確定示された。